ディック・ハットンディック・ハットンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州アマリロ出身。ニックネームは、野生の男。身長188センチメートル、体重110キログラム。15歳からレスリングを始め、レスリングの名門オクラホマ農業大学で、全米大学選手権で1947年、1948年、1950年と3度優勝した。 また1948年のロンドンオリンピック代表など数々の名声を得た後、1951年にプロレスラーとしてデビュー。1957年11月14日、トロントでルーテイズを得意のコブラツイストで破り第41代 NWA 世界ヘビー級王者となる。1959年1月9日、パッドオコーナーに破れ王座転落。 1966年現役引退。アマチュア時代からバーン、ガニアのライバルで、ガニアが早くからプロレスで成功しているのを見て、自分にもできると思ったという。また、ルーテーズは、寝技では、古今東西ハットンにかなう者はいないと述べている。日本には1962年、日本プロレスの第4回ワールドリーグ戦に来日。力道山と、 シングルで対戦した際もグラウンドレスリングで翻弄し、カナディアンバックブリーカーに担ぎ上げられた力道山が恐怖にかられ、大声で参った、参ったと連呼したという。ありがとうございます。